よほ皆さんこんにちは、ゲーム実況リアの味噌汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルの配信に来ていただいてありがとうございます。コメントの皆さんもありがとうございます。はい、というわけでですね、本日のこちら配信はですね、 X レジェンドさんのセブンスダークという新しい MMORPG のベータ版ですかね。はい、オープンベータかなんかが始まってるので、そちらプレイしていきたいと思います。前回までは聖界神話をやっていたんですが、ちょっと今回からは新しいゲームぜひということで、 GGS グッドゲームを探せの一部としてご紹介していきたいと思います。ではでは始めていきます。こちらなんですけれども、セブンスダーク物語がですね、一応セブンスダークな7つの大罪ということで、なんか忘れられた歴史、千年戦争、第一章悪魔到来、遥か昔謎の生命体がこのアルストーレ大陸に現れた、どこから来たのかを誰も知らないその生命体を人々は悪魔と呼んだみたいな感じでね、結構7つの大罪にこう絡めながら行くストーリーらしいので、そこもねチェックしていきたいと思います。ではキャラクター作成からいきますよ。皆さんついてきてくださいね。女か男か、まあ男だよね、普通に考えて。ナイトだな。ホーリービショップ目指していこうかな。はい、というわけでキャラクターが決定しました。悩みに悩んで20分ぐらい悩んでたのかなというわけでこの色にいたします。ゲーム開始いたします。昨日空から落ちた物体はこの上にあるらしいぜ。それにしてもあの物体は何だろうな。噂の隕石か。まそんなわけないか。もし隕石だったらここらは更地になってるもんな。はい、というわけでなんか隕石みたいなのが降ってきたらしいですね。やっていきたいと思います。いやー、いきますよ、アレックス。ミソシカ、なんだか森が静かだと思わないか。動物たちの気配が感じられない。ん？あれは？行ってみよう。ってことで、受けるを。ぼーっとすんな。早く来いよ。かわいいかよ、アレックス。うぅ。移動したい地点を左クリック。または、WASD。なるほど。FPS と一緒ですね。おぉ、ぬるぬる動く。骨だ。人の骨か。一体どういうことだ。食い散らかした痕跡がないとなると、閉じ込められた旅人か。ほう。黒い気配？見えないけど。うわ、地震だ。一体どうなってんだ。まさかこいつのせいじゃないだろうな。骸骨が現れたし。うん、森はちょっとヤバそうだぜ。バッグを開く。気を引き締めていこう。武器を構えろ。閉じる。準備が終わったら行こうぜ。森へ行く。これ以上骸骨が出なきゃいいけど。この骸骨は並みの本格だよね。これから湧いてきたんだ。左クリック右クリックでモンスターをクリックすると攻撃。あ、連打か、そういうことね。はっ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 。ほうほうほう。あ、右はこれなんだね。右クリックがこれで左クリックがこれ。なるほど。はっ。キャラクタークリックするとキャラクター画面を開くことができ、ステータスを振り分けられます。ほう。これで残りポイント2だから、これわかんないよね。腕力にとりあえず振るか。敵を。あ、やばい、罠が。あれ
アクション RPG とか MMORPG ですね。ここまで来れば大丈夫だろう。ほう、この箱、これが昨日の夜。ゲーム用のマウス結構楽しいですよ。楽しいっていうか楽、指つらない。ナイトなら固くしないと。そうだね、かわいい、うちの子。うわー、苦しそう。やべえ、どけ、どいてくれ。これでこれは俺のカーだ。は俺のは。おー、アレックス大丈夫か。はアレックス大丈夫それ。はは とりあえず連打しよう。痛い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 。はアレックスヤバみなんだけど。マジ やばい。はとりあえず殴ろう。やっは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 っ。おアレックス逃げろ。どうしよう。封印の箱、早く逃げろ。お前だけだもん、頼む。完了完了。どうしたのか聞いてみた。なんだ、誰かが君の名前を呼んだ気がした。君は何とか起きようとしたが、意志に反するように指一本すら動かすことができない。しかし突然の温かな力が全身をめぐり、君は体の自由を取り戻した。やっと目が覚めたか。具合はどう、起きられるかい。そのとりあえず起きてからだな。おー、マジ怖い主義なんじゃが。これって無課金でもいけるのかな。いけると思います。うん、コツコツやれば何でもいける。あれは夢じゃなかった。周囲を見渡してもアレックスや騎士の姿はなかった。町の人々が不安にならないように、お前はパトロール中に怪我をしたということにしている。アレックスのことはすまない。騎士は君を連れて帰った後すぐに去ってしまってね。森はこちらでもすぐん、もう一度調べる。お前は休んでいてくれ。君が自分の装備を確認すると、君が私か。激しい戦闘のせいか武器が壊れかけていた。そう慌てなくても大丈夫だ。町長がカペラさんにお前の新しい武器を注文していたよ。そろそろ完成している頃だろう。さあカペラさんの店に行って受け取ってみるといい。町長にお礼を述べた。遠慮はいらん、君も我が村の大事な仲間じゃ。これからもよろしく頼む。ということで、カペラに報告に行きます。これタップするとね、多分ガガガって言ってくれるんでしょうね。ほのぼのしてるね、本当に今のところ。はい、さすがは警備員だな。すっかり回復しているようだし、これなら安心だ。さあ好きな武器を選ぶといい。ほう、どれにするんだい。まあそりゃ自分のね、
やつにあったやつじゃん。これじゃない？シールドじゃん。ね、完了。装備。受注。アイテムを拾う。戦闘中にモンスターからドロップしたアイテムはスペースキーを押すことで拾うことができます。なるほど。じゃあちょっと悲鳴がした方に向かってみます。お。おお、助けに行こう。じゃあなんでこんなところに。でもちょうどいいわ。チュンチュンに物を取られちゃったの。チュンチュン取り返す間、かわいいな。ここは頼んだわ。チュンチュンはっやっち。あ、何はっち。どこのチュンチュンに行けばいいの。はっどこのチュンチュン。とりあえずチュンチュンいっぱい倒せばいいの。10匹ね。オッケーオッケー。あ、追ってきてる。追ってきてるっちゅ。チュンチュン、不浄なものを見つけたっちゅ。不浄なものは山神様に渡さなきゃっちゅ。かわいいかよ。めっちゃ可愛いじゃん。やば。なになに。やっはっち。とりあえず倒しちゃおう。これいつか、こいつを倒すんだな。オッケー。はっはっはっちはっはっちほら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 やっはっほらなに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 。嫌な予感する。え、どれにするんだい。やばい気しかしがくない。ねえねえ、どうすんのってなるじゃん。装備分解。バッグの分解ボタンを押し、不要な装備を分解することで強化素材などを入手することができます。ということで、ちょっとバッグの装備分解。おー、すごい。分解しまくっちゃおう。これ強いな。うん、これいらない、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 いらない。おお、いっぱいできた。なるほどね。サボってたんでしょ。ごめんなさい。サボってない。大変だ。セールが人を襲い始めたぞ。え、精霊が人を襲い始めた。やばくない？マジかよ。すごいよね、こんなフルボイスの RPG。 お、こいつを。はっ
クッパイ。はっ、ほらみんなの真ん中でこれぐるぐるするの楽しい。あ、5匹倒せる。ほら散っていく感じがなんかリアルだね。爆発音がした、やばい。かわいい、かわいい、こいつの声がかわいい、ショタっぽい。どれにするんだい、チュチュ。案内するから、チュチュ。山神様を助けてチュン。案内するから、山神様を助けてチュン。あ、めちゃくちゃ気持ちいい。とりあえず山神様を見つける。おっことぬしたまーみたいな感じじゃん。あー、これ山神、暴走してる木々たちが。マジか、山神超かわいいじゃん。こいつか、はっ、こいつを倒せばいいんだな。はっ、へっ、はっ、へっ、へっ、へっ、はっ、あ、倒した。もしかして予言にあった、やっ、なになになに、予言にあった、なに、君は山神様に戦いを聞いてみた。私か、君って。私のことはアイビーと呼んで。私はこの森で生まれた精霊、神じゃないわ。チュンチュンたちを助けたらそう呼ばれるようになっただけ。とにかく助けてくれてありがとう。おじぎ。水を見渡してもアレックスの姿は見当たらない。君はアイビーに今の魔物について聞いてみた。名前はファルネス。予言の石碑のにその名前があったわ。7つの大罪のしもべにして邪悪な力によって生み出された悪魔よ。ごめんなさい、これ以上詳しいことはわからないの。どれにするんだい、明るいな、どれにするんだい。何を、何かを感じた。西から悪しき力を感じる。西には町がある。私は急いで戻らなければとアイビーに伝えた。私も一緒に行くわ、力になれるかもしれない。はい、じゃあアイビーと一緒に町に戻ろうと思います。装備強化、なるほど。ほう、おお、これは強化素材になるんだね。なるほどなるほど。弾を右クリ、なるほど。あ、こういうことか、なるほどね。これで、おお、コメントに助けられました。これで、あ、これで武器が強化できるんだ。ちょっと全部やっとこう。町に戻りたいと思います。戻ってきてくれたんか。町がむちゃくちゃなのじゃ。町民たちは無作為に喧嘩を始めておる。すまぬが、ついてきておくれ。町が荒れてるって。金払っただろ、勘定もできねえのか。何よ、あんたボケたんじゃないの。いつ薬を買ったっていうの。ここに干渉する何かがあるはず。だね、あったわ。このやっぱり枯れ木の霊ね。一体誰の仕業かしら。光の精霊よ、力を貸して。一体どうなってんだ。あ、頭がクラクラする。よかった、これで元通りじゃ。精霊よ、感謝する。なんか原因があって町が荒れてたんだね。犬かわいいな、これ。この先も同じ被害に遭った町民がおる。助けてやってくれ。私かわいいな。かわいいな、この子。あ、マジかわいい。はっ、はっ。というわけで、理性を失った町民を探し出せ。理性を失った町民はどこだ。ウサちゃんに触らないで。ウ
グサちゃんにいたわらないで。ケチ。ケチ。終わらせてくれてもいいじゃん。終わらせてくれてもいいじゃん。集中して。かわいい。聖なる力を引き出すの。おら、聖なる力。治った。ベックに報告。言い訳はもうたくさんよ。私が何も知らないと思ってるの？アニス、そうじゃないんだ。さっきは誤解だと言ったけど、結局はそういうことなんでしょ？アニスさん、落ち着いてください。本当に助けてもらったお礼をしに来ただけなんです。嘘よ、絶対信じるもんですか。何この痴話喧嘩。これあれじゃん、七つの大罪でいうとこのエンビーじゃん絶対。アニスを無事に連れ戻しておくれ。目を覚ましてください。蝶々。大丈夫、気絶しているだけよ。それなんかドロドロしてるね。アニスを探しましょう。すごく邪悪な気配を感じたわ。まずい。放っておけば大変なことになるわ。またお前に迷惑をかけてしまうな。おー、守護参加させることができる。なにこれ、参加したよってことが。おー、すごいね。参加するとパーティーというか、なんか精霊として参加するとあんな感じでイベントが入るんだね。というわけでアニスを追っていきたいと思います。アニスの痕跡をたどり、起源の森の入り口に着いた。森の中には邪悪な気配が漂っている。君は多くの不安を抱えながら森の中へと歩みを進めた。くはははは。は我が経験値となれ。おらーおらー、我が経験値の糧となるがいい。ふはははゴーマリア。やっぱり嫉妬だ、エンビーだ、シーズエンビー。うわ、痛い痛い痛い。七つの大罪は？あれ、どれにするんだい？いや、どれにするんだいじゃねえよ。マジ？マジか。
ルドベキア、マジいい加減にしとけよって感じ、もはや。では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 、セブンスタークの公式ホームページは下の概要欄にございますので、ぜひそちらからクリックしてインストールしてみてください。今日もね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の赤いボタンをタップまたはクリックでできるので、ぜひよろしくお願いします。配信や動画の最新更新通知が届くので、ぜひよろしくお願いいたします。YouTube じゃなくて Twitter も下の、概要欄にございますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そしてグッド押してくれてありがとうまた見てくださいね。じゃあねー。